皆さん、こんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、移動時間の有効活用というテーマでお届けいたします。先日、横浜に出張に行ってきました。横浜に行くのは、かれこれ何年ぶりでしょうか。ものすごく久しぶりのような気がしました。途中ですね、東京都内を通りまして、結構ですね、やはり渋滞しているので、都内に入ってから横浜に行くまでが、2時間近くかかりました。まあ、いずれにしろですね、片道5時間以上の移動時間だったんですけども、行きは3人で、そして帰りは2人で、帰ってきたわけですが、この移動時間というのはビジネスにおいてですね、コスト以外の何物でもないと言われています。確かにそうです。例えばですね、半径500メートル以内で商売をやっている人は移動時間は、自転車か徒歩で済みます。しかし半径50キロ以内でビジネスを行っている人は、徒歩、自転車というわけにはいきませんので、やはり車を使います。で、車を使っても、片道1時間以上はかかるでしょうし、そしてプラスガソリン代、そして車の維持費等々がかかってきますので、非常にコストがかかるビジネスモデルになってしまいます。とはいうものの、そう簡単にですね、車を手放すわけにもいけませんし、いわゆる証券をぐっと絞り込むっていうわけにもいかないでしょう。そこで、考えなければいけないのが、車中、要は車での移動時間をどのように、プラスに変えていくかということです。一人で行く場合はですね、いろいろとこう思いを巡らせてですね、まあ考え事をしたりとか、いろいろできると思います。私は一人でしたら、まあハンズフリーの状態で、音声入力。いわゆる私がこのように喋りまして、それをどんどん、iPhone とか iPad がテキストに変えてくれるというですね、それで車中で、例えば提案書だったりとか企画書だったり、はたまたチラシの説明文だったり、キャッチコピーだったりと、そういうものを大量にですね、移動時間に考えて、そして口に出して、それをテキストに変換してしまいます。で、それをパソコンのメールに戻って送って、戻った時にはもうしっかりとテキスト化されていますので、すぐ作業にかかれるということです。今回のように2人、3人で行く場合は、まあ、いろいろとこう、仕事の打ち合わせをね、社内でやるということもありますし、それ以上に何か一つテーマを決めてですね、いろんなアイデアを出してみてはどうかなと思います。実際ですね、今回は帰りですね、特に帰りは二人で帰ってきたんですけども、非常に有意義な時間で、様々な商品開発のアイデアとか、まあ営業のやり方とかいろいろ考えて、こう、すごい、こうリラックスした中でですね、アイデアがもう出続けたという感じでした。そんなことでこの車中の移動時間ね、単なるコストではなく、どうやったら、ここから利益を生むような構造、つまり利益を生むような時間にするか。まあ、その辺のこともですね、考えていってはどうでしょうかという提案です。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。